はい、こんにちは。亀田シロです。亀田タグヤ最後 TV です。新年一発目ということで皆さんおかれまして、今日はですね、奈良は橿原、一番人気のないラーメン店にやってきました。なぜ人気がないのか、のれどうして、のれのれ汚いから、のれんはええねん、のれんはあれは お客さんがいっぱい入ってるからこそ、のれんのれんはあれでええねん。でも何かがある、店主に問題があるのか、ラーメンの味に問題があるのか、これ検証していきましょう。はい、レッツゴー。ラーメン餃子勝負。はい、大丈夫。あげましておめでとうございます。ここが仕上がってる。あ、ダメです。新聞や。はい、こんな感じで。常連さんです。あ、なんかおかしい、おかしい、そこおかしい。はい、店内の感じはどうですか。店内はね、いい感じですよ。本年は皆さんにとって店内、行列のできるラーメン店みたいな店内。メニューは。なんて、何ですか。横でそ、その行列だけ今は。行列に挟まれた。いいな、言い方は。おすすめは麻婆ラーメンです。さあ、まあ、このメニュー見たから、メニュー。これメニュー。ね。このポパイ。嘆きの声が気分、これ怖い怖い、これよくね、まあ、これ僕ですわ、僕これね、これがこのわけだけ。でもラモス類も見てる、ね、ラモス類も見てる、お、ラモス類行ってます。夢じゃない、ね、なかなかこのような店ですが、なぜ橿原一人気がないのか、人気がないのかね、これあれ知りたいかな、なぜなのか、ね、あ、水着ました。あ、大丈夫です。冷たないから、でも冷たくないから大丈夫らしいですわ。冷たくないから。1300円。あれ、すいません。はい、はい、はい。じゃあまあまあ。こんな感じで。こんな感じで、ちょっと次はラーメンやら、ちょっと何やら、味の方をね、検証していきましょう。はい、生ビールと今焼酎水割り頼みましたが、あれは誰、店員さんかな。こう今生ビールとね焼酎水割り頼んだんですが、あれは店員さんかな。若い店員さんね。若い店員さんいてますね。じゃあこれ酒飲んでたね。ほんまやな、これ酒飲んどったな、おかしいな。なかなか可愛い店員さんがいてあります。
何が？え？あ、来ましたね。おい、ジンさん持ってきましたね。はい、どうもありがとうございます。社長が愛子様に似てるなって言われて。愛子様に？サクヤクザ、チーチャンネルのあれです。YouTuber です、この子も。YouTuber。今いらん。愛子様に似てるって言われてショック受けてます。はい、生ビール来ました。生ビール。生ビール。これうまそうやね。いい感じに。いただきます。お前の本かい。店員さん。味見してから。味見やね。独味的な。いただきます。はい。おーいいね最後ナオイロ美味しいねナオイロ美味しいこれは原因ではなさそうやね違う、うん、これは原因じゃない何が原因かなまあいろいろちょっと頼んでいきたい客層ちゃいますかこの客層あ来ましたよあ来たこれ見てください、これここはね、皆さんラーメン屋ですラーメン屋でほらこれの頃おかしいよなラーメンまだ、まだ何も注文していませんがこう出てきますまあまあ、居酒屋でいうところの次出しみたいなローソビーフ、いただきます0120-70-7000番うまい。ロースビーフうまい。すごいなこのかまぼこも。すごい。お正月やからな。うん。じゃけどラーメン屋。じゃけどラーメン屋。なかなかラーメン屋でイチゴは出てけへん。全部のラーメン。まあまあまあ。まだまだ注文しているところです。はい。あれやな。生ビール半額の日。そう、生ビール半額の日。悩まずね、半額です。餃子もこれ。餃子。お邪魔します。こんにちは。これ。これ。ね。ショウチャラーメン100円。ショウチャラーメンいうところ560円だ。これ100円で460円。今時460円だな。俺こう思ったら。なんや。なかなかやな。にしないぐらいな。安いな。安い。安いよ。安いから味はイマイチなのか、うん、なぜこんなに売らないのか、うん、何が売るんですかね今やったらつぶったんで何でも売ってなんかこっちも ありますかなるよなるよいやー来ましたねラーメン食べたいな実際来てさ全然違うかったらそっちに向いてくれも行くでいいよいいよアンチも大事アンチ大歓迎何ちょそうなんだすごいねこんな演出しちゃってるわけだこれ7月にオープンしたばかりの最新のホテルを
何本が必要ですか。そうかな。メニューありすぎて何言うんだよ。お前なんで火星人って緑やろ、うん、ピッコロピッコロ大魔王で呼んだけど、ピッコロ大魔王、ピッコロ大魔王何しようかな。あ、ラーメン、もうラーメン、ここまあ、ラーメン、何ができんの。結構太って、あ、いいことだったら、ここで太ったら、感じだったんで、それをほうれん草は気分のやつだもんな。全部気分で。グラタンしようかな。え？レンチン？もう作ってるやつ。あと焼くだけ。じゃあグラタン。グラタンいきましょう。これラーメン屋でグラタン。これはない。これ。これはないよ。ラーメン屋でグラタン食べるのは多分奈良県内ぐらいやったらこうぐらいだわ。遅そうでラーメン屋でグラタン、なあなあ、うん、呼べるお名前はラーメン、ラーメン、ラーメン屋なんや、なんか中華屋でもグラタンは出てきゃへん。中華屋でもグラタンは出てきゃへん。なかなか、店は思うねんけど、なかなか人気がない。当てがこれ。どんな店これ来るロケだ。これを来るロケだ。もう電車座ってるから。まあまあ。おい、これどけ。うまい。正月やから。うん。正月やからな。な。もうやるから今だ。うん。うまい。うまい。ほんとにうまい。ゆっくりや、ゆっくり。グラタンきます。グラタンにも指入ってるのか。入ってへんのかーい。熱く入れられるかーい。グラタンには指は入ってない。これ入れてたやばい。これどう。すごいな。ラーメン屋。本格的な。手作り。もうラーメン屋で。いや、なんか大声で欲しいだレンジでチンするやつが10代の。そう。そう。いや、ちゃうな。これは違う。さあ、色も入ってんもんな。うん。大声ちゃう。エヴァグリーン。エヴァグリーン。これ。これはやばい。本格。これちょっといただきます。うん。待って。な。これ。この会社に夫婦できへんから俺。サングラナ、いただきます。夫婦できんの。熱いで、ね、これは夫婦したかんの。タバスコ振りすぎた。いや、うまい。ここはここはラーメン屋。うまい。やばいな。続いてのメロメロさんは春の香りを全身で感じているこの人。これだ。インスタ写真も。朝、朝、今日、今日、今日の金髪。
辛いんかい。皮振ってないとこ食べよう。振ってないとこ。まずいかおなったろ、そんな。辛い。これはうまい。めな。握ってる。握ってる。あれうまい。なあ。これはでも、うん、ここにあるメニューじゃないから、うん、メニューはないから、うん、まあ聞いてもうて聞いてもうて常連ちょっとなってもうてそうみたいな感じやろな、まあ、常連さんある時とない時あるからあの551みたいな551だもん551や551やろ、うん、アイスキャンデルでもアイスキャンデルもいっぱい入ってるからアイスキャンデルアイスキャンデルこれもいけるから皆さん常連になってあげてください行き放題行き放題アイス行き放題アイス行き放題それではねもう出来上がってきてるんで最初ラーメンラーメン食べて帰るのか何ラーメン麻婆ラーメン麻婆ラーメンじゃないですか食べに行ったら多分40分ぐらいにお客さんとお客さんまでに決めて。翔ちゃんラーメン。麻婆ラーメンとな。おすすめ。おすすめいただきましたね。タバコ吸ってから。タバコ吸ってから。あ、お酢でかいタオスでかいタオスもんな、うん、みんな脚光にお酢でかいでタオスでかいいただきましょういただきましょうめっちゃやっていきます指突っ込んでそれは危ないこうこうこうあおやあおやこれがしょうちゃんラーメンシンプルですね。シンプル。これがうまいんだわ。これ、翔ちゃんラーメンいただきます。いただきます。うん、うまい。これ何を見守って、ね、ケンちゃんの健康牛乳関係ある関係ないこれはうまい。これはうまい。10年前の写真これ高すぎて。どんな味ですか。これはね、そういうベース、うん、の昔ながらの中華そばみたいな、うん、でこのこれこれこれメンマもこのチャーシューもここお店手作りです、うん、メンマもメンマも珍しいな、うん、メンマこれ竹を置くから竹買ってきて絶対仕込んでるから、うん、メンマ仕上がった詳しくは今日の朝刊でいい写真かもすみませんすごいところで食べてる感があります優しいな優しい飲んだ後にはほんのちょうどうん飲んだ後の締めですよこれ最後うん、うん、これはうまいこれもちょっと行ってみてくださいうんマゴうんマゴラーメン目指せよ、うん
うどんマーボーラーメンね、これちょっと珍しい。マーボーうどんじゃなかった？この味だけはこんな、ちょっと辛い麺。豆腐。ロケにちなんだお土産と、サンシールド、サラダンパオールフリーを抽選で3名様にプレゼント。番組公式ホームページから、ヒルドサンドをダウンロードして応募してください。ガオうまいけど、うん、辛いから好きな方は、うん、これは最高やよこれ、うん、辛いの言ってる辛い辛い、うん、おいしい、うまい、うまい、ね、辛い僕はこの焼茶ラーメン辛っ、これめちゃくちゃ辛い、辛いえぐい、麻婆ラーメン辛いの好きな方はこれはおすすめ、あおすすめ、本格的な、本格でも僕はここの店主が四川で修行してきたあれやな、細かいな、うん、私辛いよ中国の人かな、うん、あの人、四川の人、四川の人、うん、中国人、そう、日本語上手やな、日本語上手こんな感じでラーメンはうまい、これは最後、じゃゆっくりいただいていきましょう、はい、ゆっくりいただきます、2022年最初の24巻なので、めちゃくちゃ共感できると称賛のコメントが集まっています。他にもこんなあるあるが投稿されています。こちら、お正月にお店のディスプレイなどで見かける花が上がる感じです。うまい。結果、ラーメンは、ラーメンはうまい。他のも。他の料理もうまい、まあ、何が当たるか言うたら、店主の機嫌によって客に対する対応がちょっと違うかな、そういうのは冗談やけど、エビだけどな、うん、美味しい、美味しいし、うん、なぜ人気がないの、うん、これはもうわからない、わからない、はい、わかりません、はい、うん、店もええ雰囲気だし、うん、味もうまい、うん、うん、多分原因は隣に寸胴屋があるそこな、よし、おみくじ引くぞ、大吉出るかな、ここは成り上がれ、何もない、はい、はい、以上検証結果です、ありがとうございます、また会おう。それでは今日はね、美味しいラーメンもいただいて、お酒もいただいて、このお店の名物のやっぱりここの店主翔ちゃん、はい、ね、今日はまあ YouTube 撮影させていただいて、この番組を見た方に特典つけるとしたら、そ、合言葉で、合言葉で、はい、マコが3歳になるんで、トーマは3歳、トーマは3歳、はい、トーマは3歳で翔ちゃんラーメンを普段は560円のところを360円、200円引きでいきましょう、ああいいですね、ありがとうございます、ありがとうございます。トーマは3歳。はい。合言葉は、トーマは3歳で皆さん、お願いしますよ。普段は、560円する、この翔ちゃんラーメン。これが、360円になります。イェーイ、ありがとうございます。ありがとうございます。イェーイ、よし。というわけでね、今日の撮影は、これにて、終了。また会おうぜ。